ついに出ました、全世界待望のクラッシュバンディックの新作、クラッシュバンディック4とんでもマルチバース。正確にはまだ出てないんだけどね。はい、先日先行プレイさせてもらったデモ版に引き続きまして、製品版もメーカー様のご好意で発売前にプレイさせてもらうことになりました。はい、クラッシュバンディック4ってことで、ストーリー的にはリメイク版の 1,2,3 の続きになるんだけど、まあアクションがね主体のゲームだから、そんなにこっから見ても変わりはないかと。まあ気になる方はね、そっちの動画からどうぞ。では早速やっていきましょうか。もう早くしてたまんないんだよ。イニシャルどうしよう。 FJ 行こう。プレイスタイル、あのね、これね、デモ版やって思ったんだけど、レトロっていうのはまあ残機数があって、しっかりね1アップとか集めていく必要があるんだけど、モダンの方はまあ、デス数がずっとカウントされるんだけども、あの残機数がなくなってゲームオーバーとかそういうのはないんだよ。でおすすめなのはやっぱりこっちのモダンの方らしいんだよね。ってことでこっちからやっていこうかなと思います。モダンで、よし、なんだ、はちゃめちゃバンディクーバトルなんだ。でどうやらね、あのメーカー様からもらった資料によりますと、複数人プレイがあるらしいんだよ。だそれは一回置いとこう。普通にまずゲーム始める、その前にオプション見ようかな。オプション大事だよね。よし、設定完了。じゃあいってみましょう。クラッシュバンディクー4とんでもマルチバーススタート。いや本当に夢のようですよ。単純にさ、子供の頃から好きだったゲームをさ動画にしてさ、それをメーカー様に見ていただいて、もう長年の恋、もう片思いがもう実ったようなエモい。おクラッシュバンディクーよ、これがネオコルテックス様の力だ。思い知ったか。え、いきなりこんな佳境なの。この目だ、くらえ。何してんだよ。うるさい。あ、うかうかいる。おい、エヌトロピー、また失敗するぞ。やめとけ。顔変わったな。私たちはエスケープすることを諦めてないのだよ。もうこれ以上あなたの馬鹿げたトークを聞く気はナッシング。ノイジーね。ルーさんじゃん。お、うかうかそんなパワー。まあそうだよな、精霊だもんな。あれ、うかうか死んだ。お動物したか。うそ、ね、もう用はナッシング。ひで、一番の悪じゃん。そう、クラッシュバンディック3の時にタイムネジネジマシンってやつが暴走して、あの3体は過去に飛ばされたんだよね。そして大きな力が目覚めた。クラッシュ、時空がバラバラになってしまうかもしれんぞよ。バラバラに。これは山のてっぺんからじゃな。急いで行くぞよ。クラッシュ、クラッシュ、クラッシュ。いいね、いいね、この感じね。クラッシュといえばね、このね、ちょっとね、おバカさんなんだよね、クラッシュって。で、妹のココちゃんは何これ。ウクレレにしてはでかいベースか。これアコースティックベースか。かわいいな、色かわいいな。どうした、どうする、海入れるのか。そう、クラッシュできる操作っていうのは、まずこの代名詞と言ってもいいスピン、スピンですね。なんかコンパクトになったない。うん、なんか最小限の幅な感じ。そしてジャンプできて、ボディープレス、うん、これはもうね、あのデモ版やった時に思ったけど、もうすでにスーパーボディープレスなんじゃないかと。どうなんだろうね。いや、まだなのかな。いや、まだ普通のボディープレスかな。そして2段ジャンプ、あ、できるんだ。これは2、あ、3か、3に引き継がれてるアクションと。で、スライディングもできる。で、デモ版の時にやって思ったんだけど、ちょっとね、挙動変わってんだよね。うん、かっこいいな。2からのスライディングジャンプっていうのは、こう勢い引き継いでる感じだったんだけど、なんか4ではあんまり勢い引き継いでないっていうか、うん、そこら辺は若干1の感じがする。よいしょ、純粋なアクションの難しさを、持っていた1の感じがこの4にはあると思う。で、顔がいっちゃってる。あ、で、このね、コンボ感いいね。で、 HUD 表示っていうのはまあこういうことか。ステータス見れると、で、左上のさ、あのメーター変わったよね。リンゴを取った数に応じて、来るな、数に応じて白ダイヤがもらえるっていう、そういう仕様に変わったんかな。うわ、で、これの感じね、これは昔から変わらない。はい、いいですね。そして、
あ、テントウムシでっかい、でっか、恐ろしい。実際あんなんいたら失禁する。で、TNT バックダウンバックを食べたってカウントダウン始めよう。そうですね、これは飛び乗ってカウントダウンで爆発すると、おっかねえやつですよ。で、ニトロってやつなんだよな、緑色ので、ニトロってのはもう触れるだけだと。なんか急いでんな。大丈夫大丈夫、もう来ない来ない来ない、あいつらなんて。ていうか、うかうかボタン物したのマジかよあいつ。そうね、あのうかうかってのは悪い精霊で、アクアク今あそこにいるやつはまあいいやつなんだよね。うん、そしてアクアク、そう、今このボックスに入ったね、取るとダメージを1回無効化してくれると。で、これはもう銀のエンゼルみたいなもんで、このアクアクを3枚集めると無敵モードになれるんですよ。なんだこれ、初めて見るな、この敵は。絶対触れたらやばいね、酸性かな。で、今モダンモードだから、何回死んでもとりあえずはチェックポイントからやり直しさせてもらえるという、その嬉しい仕様なんだよね。ってなると、あんまりさ、リンゴが必要なくなってくるのかなって思ったけど、だけどきっとそのね、白ダイヤを集めるためにおリンゴが必要になってくると。だからどっちにしろやっぱりリンゴは全部取る必要がある。そしてボックスも全部取る必要があると。そのボックスを各ステージ全部のボックス取ることによって、もらえるダイヤもね、あるはずなんだよ。高山病っていきなりなんか不吉なんですけど。でさ、デモ版やって思ったんだけどさ、ん？箱壊して出てきたリンゴをさ、勝手にさ吸収してくれんだよね、クラッシュが。それ嬉しいよね。お、なんだ、原住民の方々かな。始まった。これね、面白かったわ、デモ版やった時に。はい、ジャンプで丸ボタンを押したら下に行くと。そういうこと、危ねっ。そういう感じですよ。ここはまだ、そう、まだね、多分最初のステージだからそんな難しくないと思うんだよ。だからデモ版超難かったよね。デモ版にあった3ステージ、あ、絶対後半のステージだと俺は思ってるんだよ。だって難しすぎたもん、チェックポイント OK で。楽しいな、めっちゃ面白いな、いい難易度。そして、あ、怖い怖い怖い、投げてくるタイプね。俺、原住民、俺が先に住んでた、こっちには。多分そうだよね。てか、うん、クラッシュが住んでるとこって昔から変わってないよね、目覚めのビーチだよね、多分ここ。で、ここは長押しで四つん這いになれると。はい、そうだね。危ない、目の前、危ない。二段ジャンプ使える。で、こうやってコンボにするの気持ちいい。後ろの方とかも結構なんかね、行ける場所ね、結構あったりするんだよ、ちゃんと見たりすると。で、これ多分落ちるな。オッケーオッケー。で、あんまりスライディングする必要ないのかな。うん、デモ版やってそれは思った。あの、逆にスライディングが邪魔な動きになってるなみたいな感じはあった。そしてこれがボーナスチャレンジ。ボーナスチャレンジはこの中で何回死んでもその手前からやり直させてもらえるから、それはありがたい。何回もチャレンジして全部の箱と、リンゴを獲得したらいいと。で、箱の個数は全部書いてるよね、8分の4と。で、ここはあれ逃した、いや、こっちから行けると思う。とりあえずここで、あ、そうね、長押しでも飛ぶと、取ってからこうして、いいね。あれ、こんな飛べたっけ、飛びすぎじゃね。オッケー、これで8分の8ってことで戻ればいいと。だいぶ溜まってきてんな。脇道を行く、え、今のが脇道ってこと。まあトロフィーだもんね、そういうことか。なんだこの雰囲気。あ、これ今、あ、第3形態、トロロ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 ロ、そう、無敵タイプでございます。これトロロロロロ、無敵だ無敵だ無敵だ、トロロロロロロロ、原住民のそれって感じで進んでいくんだね。で、どうした、あそこ、そんな場所あったか。え、怖い、ドクロ。で、ここ大丈夫、無敵モードならニトロも怖くない。待って待って、これは、うっそ、これはもう壊す、普通に壊す、じゃなきゃ間に合わないと思う。よし、いいよ。で、あ、もうダイヤ3つ分のメーター溜まったよ。ってなるともう全部取る必要あんのかとも思っちゃうよね。リンゴはもう別にいいのかな。だけどボックスは全部取った方がいいと思うんだよね。で、なんだ、あったあった、その仕掛け、ちょっと変わってるけど、ワンの時にすっごい苦戦したやつ、本当にね、いや、見てほしいんだよ。ワンのね、最終回の方のね、一番最後のステージ、嵐の古城だっけ、あれ本当にやばかったよね。俺本当に1日じゃクリアできなくて泣きながら寝たもん1回なんでできないんだ、なんで俺できないんだよこれって、本当に難しかった。で、まあまだここは簡単だね、スローだわ。で、2段ジャンプがあるのはかなり嬉しい。取って取って、
オッケー、先に進もう。で、あれ一箱足りねえ、一箱足りねえ、どこにあった。しょうがない、一旦ゴールするか。うわ、悔しいな。よし、上がってきたよ。目覚めのジャングル、セチクリア。で、そうなんだよ、やっぱりね、そう、ん、カラーダイヤで見た目、カラーダイヤで見た目を解除しよう。え、ココちゃんめっちゃ可愛くね。サンライフ以下でのクリアや箱を壊したりリンゴを集めたり秘密のカラーダイヤを見つけてステージクリアするとカラーダイヤが手に入る。ほうほうほう。そして、そう、3つダイヤゲットして、で、全部あと1箱そのダイヤもあって、あ、なるほど、デス数が3回ね、やったらもらえるダイヤもあんだ。で、秘密のダイヤってのもね、隠されているんだ。6分の4の、あ、6個の白ダイヤゲットしたら見た目を解除できる。何あれ、ニワトリ。で、タイムアタックも次からできるようになると。なるほどね、結構いろんな要素引き継いでんね。で、てっぺんを目指せ。あれかな、ステージセレクト制じゃないのかな、一本道か。まあ序盤だけかな。なんだなんだなんだ、クラッシュが恐怖している。特別な感情を持ち合わせない殺戮マシンだというのに。そんなことはない。てか、クラッシュってそもそも1の時のストーリーだと、もともとはなんかあんまり良くないやつ、悪い性格だったらしいんだけど、コルテックスに捕まって、ん、金色のリンゴの箱にはリンゴが25個、ありがてえ、うん。で、コルテックスが世界征服のために動物たちを、捕まえて洗脳してたんだよ。洗脳マシンにクラッシュもかけられてて、で、そっから逃げ出した時に正義の心を持ち合わせたらしいんだよ、その洗脳マシンの力によって。で、それによってまあ、このいいバンディクーに生まれ変わったってことなんだよね。でも、もともとはね、悪い素質持ってんだよ、バンディクー。なんだ、やめろ。射程が短い、単純に弱い。で、捕まって、あ、上にも行けんだね、こうやってね。まあ、こっから行ける、普通に。よし、OK。この奥に、コロテックスがいるのかな？なんだ、ここ。ここは、普通には行け、あ、一応行けるけど、ピオルンだ。なるほど、スライディング必要と。やる気あんのか。はい、あぶねー。そしてこっち、あ、なんか楽しい、こういうの。なにこれ、上の大きいのはいっぱいもらえるのかな。いっぱい取っていこう。そしてこっち行って、で、さ、その下にある黄色いマーク、なんだあれ、怖、黄色いね。私今ここに、この上にいるのよっていうマーク、すごいありがたい。立ったままスピン、それによって下の一箱は壊せると。うん、そういう感じね。で、壊して、ここも壊、いった、アクアクが、貴重なアクアクが。で、スライディングでも OK と。行こう。あ、上がいいな。よし。おー、気持ちいい。チェック。なんだここ、おっかねえ場所はな、これ。幽霊の手がね、下からね、うん、冥界へ引きずり込まれるというわけですな。はい、OK。で、今どんぐらい？メーター、あ、見れる。で、これは時間ね。オッケー、して、はい、怖い怖い、いいね、チェック。なんだあの発光する、ん、ネズミか、ウサギか、いや、顔が骸骨。なんだここ、あの世とこの世の狭間というわけか。 どうしたらいい。だから、うん、危ない。だけど二段ジャンプがあるのはありがたかったからね。はい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 、TNT、一旦クスルーで、で、こっち行く、で、次こっち、取る、取って、ふい、取る、で、そっち行く、やばいわ、やばいわ、やばいの、おし、オッケー、よし、行け、オッケー、これで多分、全部の箱、壊せたかな、86もあんのか、てか、最初とか、見れんのか、どっからでも。で、何？君はね、デモ版で見た子じゃないかい？うん、いや、そんな軽率に触るな、お前。人との距離感考えろ。え、ほら、なんかアラジンみたいになっちゃった。道連れやめろ。名前は？なんか来た！なんか来た！地獄のモンバーみたいなやつ来た。ラニロリか。かわいい。かわいい。これあれだな。クラッシュのね。クラッシュといえばこれですよ、追われるやつ。いや、これ待って、なんかある、あった、秘密のダイヤ。あ、こういう感じであるのね。いや、そういう、待って、そんなこと言ってる余裕ないわ、怖いわ、私怖いわ。これスライディングとか使った方が早いのか、いや、わかんない、どうなんだろう。
走ろう走ろう。いいよーし、オッケーオッケー、大丈夫、また来るよね。そんなすぐ終わるわけないんだよ。そう、あのね、このね、追われるシステム、このね、手前に進んでいくシステムってのはクラッシュがゲーム史上初だったはずなんだよね、こういうアクションゲームは。これ子供の時に本当に興奮した、めちゃくちゃ面白かった。いやあ、危ねえ、ちょっと待て、オッケー、でこっち行く。その興奮が今この大人になってまだ味わえる。ありがとうございます、アクティビジョンさん、ありがとうございます。ガイ、あーはー、それ壊して、その子ナイス、壊してくれた、ナイスナイスナイス、こえあいつ、もうあいつボスだろ。待って、これ壊してくれる、壊してくれたっぽい。危ねえ、足りねえし、どこにあった。いや面白い、アンバランスなバランス、アンバランスなキスをして、悠々白書関係なくて、そっか、そっか、箱全然足りないし、もう3回以上死んでるし、でも秘密のダイヤゲットできたの嬉しいね。オッケー、まあ最初の方はね、こうやって何も考えずにどんどんぶっ飛ばしていこっか、進んでいこう、どんどん。また来た、待って、ダメだダメダメ、それだけはやめ。あ、ココちゃん、ココちゃん、かわいい、ココちゃんかわいい。で、アクアク普通にそこにいるし。お前手伝えよ、待って、取って取って取って、お兄ちゃん、それ誰、ラニロリか、4つのマスクが目覚めたようじゃね。ヨアクって、これは時空の割れね。どうやら次元をつなぐドアみたいね。ココちゃん優秀。でもいつも閉まってんだ。こいつを通って兄弟を見つけよう。自分勝手なおバカさんが大変なことをやらかす前に何とかしなきゃいけねえからな。あんまか。ほう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 。兄弟がいるのね。うかうかは無意識に私たちをヘルプしてくれたようだね。トラベルリフトさえ完成すれば、時間と空間を操る力は私たちのものだ。 NG ブリオ、何か新発明があったのではなかったか。この二人、スだな、拙者の最強マシーンの実力をぜひご覧くださいませ。顔変わったな。この薬があればわた、あなたは無敵です。え、ブリオ、そうかそうか、じゃあ頑張ってくれ。ビームだかなんだかで、え、この二人も寝返ったはずじゃないの。さっさとゴーせよ。奴らはもう動いていると私は真剣に。だが勝つのは私だ。トゥギャザーしようぜじゃん。ていうか何、 N ジンとブリオまた、え、コルテックス側についてんの。あれ、 N ジンってどうだったっけ。ブリオは完全にコルテックスから寝返って、コルテックスを倒すためにクラッシュ2の時に協力したはずなんだよね。で、まあ NG は別にそうじゃなかったっけ。てかマップ出ましたね、次元マップ。次元マップにようこそ。ここではプレイするステージを選んだり、クラッシュここを切り替えれると。いいね、見た目を変えたりタイムアタックに挑戦したりできるよ。やったねってことですね。いや、めちゃくちゃ面白い導入だね。なんだ、あ、こうやっていろんな次元に進んでいくんだ。あー、なるほど。へえ、その感じはさ、クラッシュ3に近いよね。いろんな時代にワープしてね、言ってた感じで、1個のステージにさ、ダイヤ多すぎね。え、そんなあんの。1,2,3 全ステージ6つあるの、マジか。で、見た目っていうのをさ変えれるんだ。目覚めのジャングルで解除、あーで、あれかな、取ったダイヤを消費しちゃうのかな。そうであれば、待って、気に入るやつでやりたいよね。それ何、ちょっと気になる、これいいな、これ欲しいな。ゾンビ感ない？え、この楽しいな、これは。とりあえず次のステージ行ってみるか。サビサビ荒野っていうワールドかな。2084年未来ですよ、荒野のロッキーロード。行ってみるか、行ってみよう。なんだ、ダイヤを6個ゲットして、その見た目可愛くない？なんかピエロみたいな感じ。あ、Nジンか、なるほどね。行ってみようか。始まった。さあ、時空の割れ目から出てくると。じゃあ割れ目を塞ぐには他のマスクがいるのね。そうさ、で、この近くに赤野がいるはずだけど。赤野、よくぞ来た、パンディ君。マスクを探しかな。お前請求したろ。早速変なのが出てきたぞ。大丈夫、私たちが負けるわけないんだから。
そう決まってるの。そうはいかぬ。拙者が改造したハイテクメカの恐ろしさをお主らに特等席で見せてやろう。いざ勝負。N ジンちょっと顔を整形しすぎじゃない？もっとね、顎あったよね。まあそれはコルテックスにも言えるんだけど、どうしたみんな、そんなに顎シュッとするのが流行りか。でそうだ、これね、あん、もう一つの世界へ。あ、これね、切り替えるやつだ。三角ボタン押したらこう切り替わるんだよね。その効果がこのラニロリにはあると。でこういう感じで4つのマスクにそれぞれの効果があるんだろうね。デモン版ではね、あの時間をスローにするやつ、あいつもゲットしたけど、つまりこいつさ、ジャンプして切り替えて、でジャンプして切り替えると。これちょっと難しくね？子供には難しくないか？まあ俺は大人、俺は大人だから結構ね。そしてこっち行って、はい、楽しい。でこっち行く。でってことはさ、N字に出たってことは、うるせえな。このステージは、あ、メカも喋るのねってトロフィーがありますね。 N ジンがボスのワールドなんだろうね。 N ジン相手な、てか早くね、 N ジン出てくんの。いつもだったらね、あの俺が一番好きな、あ、待って待って、これ怖いな。こうしてこうしてこうすると、そう、俺が一番好きなさ、あの子リパールーちゃんとかさ、あとタイニータイガーとかさ、ああいうやつらが大体ファーストステージのボス対するんだけど、もう早速 N ジンなんだ。脱出を惜しまない。で、君どうした、なんだ、何怯えてんだ。え、なんか申し訳ねえ、なんかすげえ申し訳ねえことした、すまなかった。え、これは消していいのね。うん、あれ敵あったのか、触れてよかったのか。で、これは崩れるな、きっと。オッケーオッケー。で、進んでいって、で、一ステージあたりのさ、待って、ここ消えてる場合どうあんの。あ、消えてる場合は多分これ食らわないんじゃない。え、すげえ。で、一ステージあたりのさ、ボリューム結構大きいと思う。なんだ、すげえな、怖えな、サイバーパンクなサメでございますよ。ああ、今いけるかな。よし、で言うの遅えんだよ。で、これも壊せんのかな。あ、壊せる。はい、今で、2匹来るよね。今いけんじゃないか、いった。で、これはこうしてからニトロには触れないようにね。で、多分ニトロは触れたらダメだから、あれよ、ステージの最後によいしょ、あれがあるはず、ニトロスイッチ。ニトロを全部壊してくれるアクションブロックがあるんだよ。それがあるはず、上にある。あー、待って、もう一回こうしてここで出す、で右に行く、それだけでオッケー。で丸を押しながらバツダブルジャンプ。あ、高いってことか、これが一番高いジャンプなのかな。こうしてこうね、いいね。そしてこう行って、こう行って、こう行って、こう行って出してからもう一回出すと、こうですね。そしてニトロを消してから、こっちでもう一回消すと、面白い。で、こうしてから、ん、あれ、あの上どうやっていくの。いや、邪魔ってだけか、これ登る必要はなくて、ここで出す。はいはい、ちょっと頭使うね。あ、で、マスク終わっちゃった。まあ、範囲で使えるもんみたいなね。そして、ん、ん、頭でヘラヘラ笑いよって、シンプルに暴言言われた。ヒントとか出せよ。で、こっち行くと、さあ行きましょう、レールアクション。これ楽しいな。はい、行く。一発でクリアできたから気持ちいいよね。下にも行くと、こうやってね、ぶら下がる、離す、待て、下下下下、痛い。さあもう一回下に行く。はい、キープ。クラッシュ手熱そう。あっち、やけどしちゃうよクラッシュ。あ、危ない、上だ、行って、こっち行くと、まあ、リンゴ通りに進めば大丈夫と。裏切るな、リンゴ。お前だけは裏切るな、俺を。危ねえ、逃した、悔しい。まあ、とりあえず進むしかないけどもさ、超悔しい。で、多分ボディープレス、あ、もう最初からやっぱりスーパーボディープレスなんだね。で、これは TNT を使おうか。待って、上にあった、待って待って待って、上の星、あ、取れた、ナイス。で、これボディープレス、壊せて、こっち行って、で、アクションブロックを押すと、こういうね、見えない箱が出現するんでございます。はい、わー、なるほど。はい、落ち着いて、よし、いいね。なんだその重油みたいなやつ、タールみたいな。はい、3つ、オッケー。いやー、だけどな、もう逃しちゃったな、悔しいな。一発行きたかった、下、上、
ね、移動もあんのかよ。移動だ、あ、まだリンゴ逃した、もったいない。下、考えるものがいっぱい。え、何スイングって何、スイングって何、スイング、あ、そういうこと、ないのと、おお、いやースイングすごいな、そういうのもあんのか。はい、リンゴ通りに行く、でリンゴ通りに行く、で下行く、上行く、右移動、そして下行って、その後にスイング、はいスイング、わお、いや待って、体幹が、クラッシュの体幹が試される、ちょっと難しいね。あ、下だった、間違った、ボタン間違えるのはよくあること。はい、オッケー、でチェックポイント、でなんだあいつ、行かれてんな怖い、ああいうタイプ一番怖い、何考えてか分かんないやつが一番怖くね。はい、でボーナスチャレンジ行ってみよう。はい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 、あれここ使うの、ラニ乗りパワーってことはどうすんだ。あ、まあとりあえずは普通にこれ上の壊しちゃっていいよね。あー、なるほど、でこうするか、間違った、三角ボタン、三角ボタン、え、もう一旦、いや待ってよ、こっち行くか、あ、怖い、そっち行こう。あ、やっぱり爆発はもう消えるんだね、そういうもんなんだ。で出して、これで安全ね。でクラッシュも食らわないだろうね。こっち行って、こっち行く、いいね。そして出して、あ、怖い、どうしよう、一旦こっち逃げる。で、あ、待て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 、おお、死んだ、落ち着いて、落ち着いて、出現させてこっち行く。でその後どうしよう、一旦こっち逃げるか、オッケー、こっち行こう、よし。で、え、これどうする、どうする、出すよ、え、待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、何も考えてない、何も考えなかったいけるかな、あー無理だ、違うな、絶対違うな、これはもうリンゴなしでいいや、こうしよう、1、2、4、次か、オッケー。で次は、これは壊してんじゃない、ここ壊して、で出現させて、あ、上に行くんだ、上に行って出すと、これでいい、いいね、いいね、4、5で出現させて、これも壊すと、でこれで全部だ、オッケー、よし。ボックスは、あ、でもそっか、1個逃してんのか、そういえば。っていうかさ、そいつやばくね、その子パンダ、パンダ、絶対なんかやべえやつやってるよあれって、うん、弱いし、あ、なんだ、あ、なんだあれ、なんかしっかりした人間のフォルムのやつがいる、なんか言ってる、待って、これ左になんかあるな、これ左になんかあるよね、この感じあるわ、なんだこれ、隠されたダイヤが多分あんじゃね、行ってみよう、お、お、いやー、やってる、やってる、絶対もう口じゃ言えないけどやべえものやってる。で、なんだ、あー、あれ、こっちのルートなんだ、行っていいのか、この上なんかある、なんかありそう、いや、ないか、なんもないわ。まあでもこうしなきゃ全部のボックスは回収できなかったはず。で、こっち行って、こっち行って、あー、なるほど、投げる場所出してくれるんだ。で、君倒せんの、弱い。で、こっち行く、わー、やばいやばい、切れたのかな、お薬の時間かな。そしてこっち行って、あれ、これ戻る必要あんじゃないの、あー出てきた、またサメ、ん、グリースモンキー、グリースモンキーっていうの、と手前戻るね、手前戻って、あー、いるいるいる、あー、これで戻るだけか、オッケーオッケー、じゃあ行ってみよう、こう行って、はい、行ってみよう、はい、戻ってきました。で、これも壊していいや、そのサイレン全部壊すことによってもらえるダイヤとかさ、なんかあったりするのかね、いや、ないか、さすがにそういうのはないか、あー怖い怖い、なー、やめろ、お薬の時間、いっといて、そして TNT 壊して、この距離なら大丈夫なはず。てか、あのデザインすごいいいな、その飛んでるやつの、好きだわ。はい、え、なんか世紀末感あるね、このステージ。2匹いった、オッケー。で、またこれが始まると、2、3、4、5、オッケー。で、これ消してそっち行くと、はい、分かったよ。で、こっち行って、はい、出す、多分ゆっくりでいいよ、ここは落ち着いていいはずだ、1匹で終わりね。で、ここもいけるかな、はい、はい、
はいはい、出す。よし、切り替え大事。こうして登っていくと、ここはもうこのまま行っちゃってジャンプしてこうすると、でクラッシュの体がこの状態で、例えばこの状態、この状態で出現させたらこれ死ぬんだよね、潰されて。よいしょ、もうあんまり考えたくない話だよな、恐ろしいよな。でこっち行って、こっち行く。どこ行った、この上とかなんもない。あった、秘密の台あったよ。届かねえな、なんだこれ、上からなのか、何か方法があるんじゃない、もしくは後に手に入るアクションとかあんのかな今作では。あ、壊しちゃった、まあいいや。でどうだろう、ニトロボックス、はい。うわー、足りない、やっぱ足りないよね、結構足りないな。逃してるルートがあんのかな。わあ、自撮りしてる、若い。ということで、3つのダイヤをゲットできました。まあいいんじゃないかな、最初のうちは。次のステージへ行ってみよう。おーおーおお、なるほどね、そこに行けばボス戦だと。なるほど。でこっちはクラッシュスマッシュ。その前にちょっと見た目ちょっと変えれないかな。あ、なんかもうすでにゲットしてる、原始人解除したの、見てみよう。こんなのもあんのか、すげえな。あ、メカニックパワープロアーマー、あ、アクティビジョンアカウントにサインインするところもらえると。プロゲーマー、あー、あの忍びの人に似てる。でメカニックパワー、あ、かっこいいなこれ。原始人いいな、プロゲーマーもいいけど。あ、これって獲得したダイヤの数で買うんじゃなくて、そのステージごとでコンプリートしなきゃもらえないもんなんだ。なるほど、そうなんだ。まあ、とりあえず原始人で行ってみようか。クラッシュ、原始人好きで、おお、クラッシュスマッシュ行ってみよう。おお、始まった。あのビデオテープ、デモ版でも見た、デモ版でも見たけど、これ何かよく分かんなかった。これ何？ん？記憶のかけらのテープ？どういうことだ？なんかあれかな？特典かな？なんだ、なんかこのステージなんかすげえ面白そうじゃない？クラングってどういう意味だろう？なんだこのマッドマックス感。はい、行ってみよう。で、こっち行くと、あぶねー！マッドマックスに出てくるさ、あのギター弾くさ、人大好き俺。あの人、コーマドゥーフウォーリアーって名前なんだけどさ、なんかそんな感じの雰囲気感じない？このステージ。あ、右にあるぞ。俺リンゴ好き、リンゴ大好き、はい、女も好き。動物の本能を出すな。わあ、おっかないおっかない。さあ、オッケー、タイミング埋めば大丈夫。こっち取って、その火が怖えのなんのって。で多分ここでもうあの切り替えのマスク、ラニロリ君来ると思うんだよね。なんだあいつ、怖えな怖えなお前。まあ、ジャンプすれば大丈夫か。後ろから危ねえ、あー、食らっちゃったか今。やるじゃんやるじゃん、ちびっこ。そして、あ、危ねえ。そう、あれね、上から潰されたらね、もう問答無用で、あれは爆発するはずなんだよ。怖え怖え、よいしょ。そしてウォーボーイズ倒して、こっち、なんだここ絶対入れんじゃん、入ったら。ん、いや、なんかあった、ボックスがあっただけか。こういうのもね、あったりするのね。うわ、なんだ、頭が燃えてるよ君、大丈夫？それ自分の意志、ちゃんと自分の意志かい。自分の意志ならもう問答無用に倒すけど、命令されてるもんだとしたらちょっとね、心が痛いですよ。こっちも壊しちゃって、逃げろ。いや、作り込まれてるね、ほんとステージもデザインがね。この中入れないね、分かった。危ない、逃げよう。危ない、逃げる、嫌な予感する。はい、動物の本能。そしてこっち行くよ、こっち行くよ。危ない、いいね。なんだあれ、これさ、タイニータイガーじゃないか、違うわ、全然違うわ。てか、メガミックス、ん、なんと、どういうことだ。あ、そっか、先着順に粉々にしてやろう。情緒が不安定。何、あの演奏があるって、ライブなんかあんのかな、面白そう。じゃあ行ってみましょう。またこれね、こっちに移動し、あ、早かった、まあいいや、こっち、あー、逃した、あれ大きいやつ。まあしょうがない、下に移動して上に行く。いいねこの世界観。待って、右だった、うわー、逃して間違った。はい、もう一回移動、そして上に行く。先をしっかり見よう。下に行って、上に行って、次右に行きます。
で、ジャンプ。あ、もうすっごい逃した。もうびっくりするほど逃した。あ、下になんかある、下になんかあるぞ。これは？ん？なんだ？これで戻ったらいいのかな？あ、今このニトロが出現したのかな？なかった気がするもんね。危ねえ、怖え。ニトロは触れないように。よし、で、なんかいる。セッキマツさん、そんな殺意すごいけどさ、俺なんかしました、あなた方に。うわ、弱いこいつ。あ、やった、スミソンダイヤ。結構簡単にゲットできたな。はい、あ、もしかしてさっきのアクションブロックはここを開けたのかな。そうだったのかもね。で、こっちもあるし、え、これもゲットしといて、うん、はい、まあいいかな。で、戻って、またあいつか。はい、行くぞ。うっ、あら、オッケー。もう倒れたらその芝も何怖い怖い、危ない、しぼめ。そっち行く。あ、落ち着いて、これ間入っていいんじゃない。そうだ、これだ。そしてこっちに行って、出た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 、ちびっこ、ちびっこ戦闘兵。よし、で、チャレンジ。ふぅ、ボリュームがすごいの、なんのって。おっと、で、ちゃんとね、ボーナスステージがね、難しい。どこも難しいと思う。あれ、あれは、あれ、マスクはなくて、あ、アクションブロックか。ってことは温存して進むってことだ、多分。奥の方にあるんじゃない、きっとあるよ。こうして1個最小限、どうしたらいいんてんだ。こうするか。で、壊して、怖い、あ、お尻熱い。どうしよう、ここじゃダメだったから一旦逃げる。こうだ。そして、早くね、早くね。タイミング見て、こうだ。危ない、よし、いった、オッケー。で、ここにアクションブロックあるでしょ、これでもう一回戻るんですよ。はいはい、これで戻れるね。で、あんまり壊したくないから温存しつつ、で、多分一回踏むぐらい大丈夫で、ここもうどうしよう。あぶね、壊しちゃったよ。大丈夫か、大丈夫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 だ。壊して、で、これ全部壊していきますよ。これ緊張すんだよね。階段作るか、階段作って、やっべ、いや、大丈夫だ大丈夫だ、信じろ。ふい、オッケー。で、ここももうあと1回踏んだら壊れると思うんだよね。オッケー、よし。で、これもう1回やんの。違う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 、いったわ、オッケーよ、よし。で、全部だよね、いったよね。で、全部な、コンプリートしてみたいな、1回ぐらいな、今回。きっちいかな。あと、もう1回しか死ねないしな。あ、もうダメだ。もう1回も死ねないんだ。3回だもんね。危ねえ。ちっちゃい歯車、怖っ。はい、自分たちを意志で戦ってんのか、お前らは。そこに正義はあるのか。そして、またいる。パワータイプ。だけど、意外と弱いやつ。怖い怖い、待って待って。ここにもあるよね、ボックス。え、ない、ない。あれ、これ、ここ、この下、ボックスないの、これ。あ、そう、あ、そう、やっぱ、やっぱそうだ。こうして。怖いって、おい、あぶねえ、振りかぶってたよ。え、あー、来た。遅かったじゃん、あぶねえ。あ、左なんかあるから。いや、なんもないな。なんもない。待って、待って、左なんかない、これ。あるわ、やっぱり。でね、右スティックでこうやって一応ちょっとだけね、カメラを浮かせるっぽいんだよね。気になる場所があったら、使っていけばいいよね。で、こうすると、届いた。なんかある、あるぞ。で、さらにさ、この上とか乗れない。いや、違う、乗れないわ、多分乗れないわ。危ねえ。じゃあ戻ろう。はい、あいーや、お、怖かった。こっち行くよ。壊して、出現させて、右上って言ってんね。ってことは一旦消してから出すと。はいはいはい、時空の狭間に体を持ってかれないように。待って、上なんかあんじゃん、上なんかあるぞ。どうやって行くの。あ、なるほど、こういうことか。こうだ。で、こうして出現させる。いや、これいっぱいあるんだな、こういう感じで。全ステージ探索のしがいがあるってやつだけだ。よいしょ、こっち行く。これは壊れない、大丈夫。おう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 、閉じ込められてるぴょんぴょん坊やたち。よいしょ、怖え。
坊やたち怖え。栄養足りてる？ちゃんと食べてる？血色悪すぎるよ。でこっちで右回るね。さあ右に行くのか。行ってみよう。チェック。超えてから出すと。これ下に降りてくのがいいのか。いや上なんかあんな。どうやってくんだ。なんか言ってるわ。あの上どうやってくんだろう。あっちからかな。ってことでこれは消して、これでいいのかな。あで右か。右に行ってでもう一回登っていくと。うえ怖え。どうしよう。上に行って出して、これ左届くかな。届けば行きたいけど、いや違うんじゃないかな。やっぱり届いたけど、待って待って、もう一回届いた。でこういう感じで行くんだ。あーなるほど、こうね。おーし、オッケー、取れました。で戻ろうか。あっちこっち危ない。ちゃんと食えよ、母の愛をちゃんと。おう、もらんだぞ。あれもうゴールなの。あこれでオッケー。いや足りない、足りないんだー。やっぱりまあいっぱいあるんだ。くそー、悔しいけどでも嬉しいよね。まだまだ見つける要素があるっていうのは。なんだ、記憶のかけらのテープが解除されたよ。90年代に時間巻き戻そう。記憶のかけらのテープ設定するとネオコルテックスの実験生クラッシュとココのトレーニングが遊べるよ。な、どういうこと。90年代、見たい。90年代に行けるのかい。記憶のかけらのテープ選ぶ、見てみようか。はあ、ステージをプレイ。あ、昔のやつがプレイできるとかってそういうこと。ちょっと見てみようか。実験層218、なんだ、どういうことだ。昔のグラフィックでプレイできるとか。実験記録。おお、なんだ、何、試験1回目。いや、グラフィックは違うな、最新だ。てっきり昔のね、プレステ版の感じでやるのかなーって思ったけど、違うんだね。なんだこのステージ、118万の。そうだ、箱はもともと壊すつもりだったのだ。頑丈なバリアのつもりで降りたのではない。結構簡単だな。はいはいはい、こう、これでいいのかな。 118? すごいな、おまけとは思えないボリュームのステージがあるな。でそれがいっぱいあるとね、あのビデオテープを回収したらいっぱいもらえると、こうやってできると。はいはいはい、あ、間違った、どうしよう。こうして、こうして、こうしようか。はい、で上を壊して、はい、いいですね。よいしょ。なんてことだ、怖い。こう、まだ半分いってない、まだ危ねー。でチェックポイントあると、しっかりしたステージじゃないですか。よいしょ、怖えー。チャレンジモードみたいな感じなのかな。65、66、67、はい、よいしょ。怖い、怖い、喋れねえ。いっぱいある奥に、恐ろしいとこあるぞ。うわー、よいしょ。上からがいいね、絶対ね、これね、危ないもん。で、こうしてちょっと残しといて戻ると。てか後ろのさ、あのモニターのその造形の仕方めっちゃかっこいいね。ナムジュンパイクさんの作品みたい。よいしょ、こっち行く、大好き。よいしょ、こっち行ってこう行くしょ。さらに右から行って、どうしよう、どうする。一個ずつ残していけばいいのか。こうして一個残しで戻ると。はい、そういうチャレンジモードだ。まあ練習するって感じなのかな、クラッシュに必要なテクニックを。オッケー、全取った。するとご褒美は、テスト、セルフィーして、実験台、なんかやだな、気分悪いな。で何がもらえるの。頑張ったよ、頑張った。なんもなかった。じゃあ今回もう一つステージだけやろうかな。あ、そうだ、ココちゃんに変わってみようか。で、ちなみにココちゃんの見た目も、あ、同じように変えれるんだ。へえ、なるほど。ココちゃん原始人は、あ、こういう感じ、ワイルド、かっこいい。でメカニックこんな感じね。でプロゲーマー、
プロゲうわ猫耳つけてるあざと。いやノーマルココちゃんでいってみよう。とにかく進め。なんか急がされそうなステージだな。やってみよう。おお何このステージ。なんか車のなんかねコースっぽくない？そういうのがあるのかな。あそうだよね、だからクラッシュとかさ2とか3にもさ乗り物あったもんね。ん地下2メートルで、うるさいな。でこっちで最初はまず普通に進んで、なんかさ3だったらさトラちゃんに乗ったりさ、あとさあーんそうトラちゃんに乗ったりさバイク乗ったりさあったよね、飛行機乗ったりさ、そういう感じであるんじゃない。フォンはやっぱりあったら超嬉しい。あ楽しいんだもん。してなんかねやってて思うのはね、クラッシュの今までのシリーズのいいとこ取りな感じがする。この4は3のなんかバラエティ豊かな感じと1の時のあのアクションの難しさ、あどっちも混じってる感じするもん。俺一番好きだったのは3、クラッシュ3が一番好きだったんだけど、よいしょ。やっぱその好きだった理由ってのもそのいろんなねステージのね幅広さ、それが好きだったんだよね。やれることがいっぱいあって、それがこの4にも感じるからね嬉しいんだよ。でそして難しい、難易度的に俺がね一番ちょうどいいなと思ったのはね2だったんだよね。2は楽しいし難しいしみたいな。1はもうめちゃくちゃ難かった。でもうなんだかんだあと1回しか死ねない、ダイヤ取るならね。こっち行く、よし。いや普通にこれもう2段ジャンプだけでいいんじゃないか。あんまりスライディングつかなくていいかもしんない。こうする。でもなんかね癖なんだよね、どうしても丸を押してからバツをしちゃう癖があるんだよな。でよいしょ、はい。そうクラッシュ3をしながら難しい、そう難しいクラッシュ3をしてるような。なんだよなんで取れないのこれ。でもかなりグラフィックも進化してるしね。ああれもうチャレンジゾーン。てか別にこのステージは乗り物ステージじゃなかったのか、まあ、そんな感じがしたけど。ボーナス、ん難しいんでしょ、きっと難しいんでしょ、分かってる、難しいのは分かってる。壊してアクションブロック、うわー逃した。これ多分もう無理だよね。違うんだよ、これしちゃうともう無理なのよ。うん多分無理だ、一旦死のうか、まあ、こうなっちゃうと。正しい手順は多分こうして上に乗って、とりあえずこれは壊しておいて、でここを壊すと、うんそれから戻るんじゃない。こうそしてあれは避けると、いいね。そしてあの上に行くにはどうしたらいいのかしら。とりあえず壊して、あぶね、歩幅で行くしょ、でこうしてやん、落ち着いて壊す、オッケー。でこっからだ、これでオッケーね。よし、でニトロはとりあえず大丈夫で、ここにニトロスイッチがあると。怖い。でまだあるよ、こうしてこうして押して、どうする、どこに逃げる、こっちに逃げるか。オッケー、これで19分の19クリア、戻ろう。よし、さあ先へ進んでみよう。でもまだまだねこのメーター見た感じまだまだ長いコースなんだね。はい、壊すタイミング見てね。いやマッドマックス、怒りのデスロード。2も好きだねマッドマックス。今ダメだったの、だってその場スピンだったじゃん。マジっすか、危ない危ない怖え。いやいやステージこれさ一応2の2になるの、いやいやプロローグないと考えたらもう1の2 3か1の3面とかになるわけじゃん。難しすぎねえか、子供絶叫よ。心臓が止まってしまうかもしれん。もうさっさと始めてくれ、ずっと言ってんなお前。じゃあ先に進んでみて、上なんかある、ないか、こっち行くしょ。ね、そのショーはいつ開催されるの、早く見たいんだけど。でこっち行って、あっ、いった、あっつ、マジか、あ登っていくのねこれは、だからそれ逃さない、やっつそうだね、いや熱いんだよ、怖い。なんだ大丈夫か、チェック、そして壊しとこう、怖い、この距離大丈夫だよね。よし、さあ先行こう、はいください。なんか逃してそう、あ来た、タイミング
こうするじゃん。あ、上に TNT がある。とりあえずこうダッシュを。なんだ、どうしたらいいってんだ。とりあえず見てみるか。あー、あ、なるほど、わかった。こうする。あー、怖かった。待って、戻る。なん、はいはい、戻る。これで OK だよね。で、この上は壊しとく。はい、OK ね。で、こっち出してスイッスイッチして、こうして、待って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 、私怖いわ。よし、上に上がってきて、こっち行くよ。そしてそこ乗れないよね、乗れないね、きっと。そっち行こう。右に行ってチェック。あれ、行っちゃっていいのこれ。あ、上で秘密のダイヤあんじゃん。ダイヤある。ってことはやっぱり行きたいよね、こっち。あ、行けた。なんだ、え、ニトロあるのはどうしたらいいの。試しに行ってみるか。あ、意外といけんだ、こうやって。すげえな。で、あのジャンプ台はニトロスイッチ押したら最後に壊してくれるだろうから大丈夫。 OK、 やったね、秘密ダイヤ。じゃあこれで先に進んでいこう。結構死んじゃったね。そしてこっち行くしょ。わあ、なるほど。あの火炎放射器も消すと、こうえこうえ、こうすると面白い。あ、待って待って、ニトロある。気をつけて。いやー、だよ、いやだ。よし、オッケー。で、ここは匍匐で行こう。そして、なんだなんだ、どうすんだ。火炎のタイミング見て、下に降りて、こっち行く。はい、だからいつ始まるの。はい、進んでいくよ。危ねえ危ねえ、火炎放射が。で、うわー危ねえ、しゃがむ、降りる、進んでいこう。なんだ、ショーはいつ始まるの。君はずっと可愛いけど、どうした。ん、降りていいのか、これ。あ、なんか来る。ほほほほ、やったわ。誰、エヌジンだ。おお、これなんか乗るんじゃない？それじゃない？それだ！始まった！フリチョン乗り物になるわけだな。そしてまた手前に逃げていこう。追われてます。追われてます。男の人呼んで！怖い。なんかできんのかな？なんか降りてきたアクションは？ジャンプぐらいか？スライディングボタン、丸ボタン、四角ボタンの人もなんもないもんね。じゃあ逃げよう！さすが逃げよう！やめろ！で、あれは触れても大丈夫なのか？一応触れても大丈夫っぽいけど、触れない方がいい。ロソっちゃう。怖い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 、危ない。うわ、近い。あ、でも逃げれるか、逃げれる、大丈夫突き放せる、離せるわ、頼む。 OK、 よし、チェックで、まだあるな。よし、来いよ、待って来いよ。ブルン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 じゃないよ。はいはい、そしてこっち行って、危ない、怖い怖い怖い、悪趣味だね。あ、待って、そのジャンプやなんか使えたかな、なんかあったっぽいな。そのエンブレムが骸骨って、なんかまた悪趣味ですね。そしてこっち行って、あんまり抜かれるはまないで、ジャンプすると、おお、なるほど、そういうのがあったのか。それは逃さず取っていきたかったな。あー、はーい、このジャンプ台行ってない。なんだこれ、おお、上行った。バンリーの超特急をなんか思い出す感じだね。楽しい楽しい楽しい。てか、あのトラちゃんにさ、白クマちゃんにさ、元気かな、気になるよね、そういうのもね。出てきてくれたら嬉しいよな。よいしょよいしょ。個人的にはやっぱね、リパールーちゃんがね、出てきてほしいな。どうなったんだろうってね、あの子どうなったんだろうって、すごい気になる。なんか言ってるわ、なんか言ってるけども、全然聞く身も持てない、持てないわ。よし、クリアじゃない、終わった。あ、タイヤだけ飛んできた。よし、これでどうだ、全部。いやー、やっぱりなんか足りないんだよな、6つも。結構取れた気したんだけどな。何だったんだろう、ガールズパワー。あー、まあ秘密のダイヤゲットできたからね、それは良かったね。いや、3回以内にクリアすると結構初見じゃ無理ね、難しいわ。よし、それじゃあそんなわけで今回はここまでにしようかな。じゃあ次回、エヌジンとのね、お、危険なライブ会場だって、ボス戦かな、楽しみ。